ン山田義明ボイストレーニング教室代表の山田義明です。はい、ということで、山田義明です。今日は YouTube 企画第4弾ということで、声の高低、声の高い低いの低い声について今日は中心にお話ししたいと思います。はい、僕の生徒さんの悩みの中でやっぱ一番多いのはね、こう高い音が出ない、低い音が出ない、そういう悩みがとても多いんですけど、こうね、そういう日々の鍛錬の中で、まあ大体の方がこうね、歌の中にたまたまそのキーが出てきたから出るか出ないか、低い音こうね出ないみたいな感じで、落ち着いてると思うんですけど、まあ日々歌う中でこんなことを意識するとちょっと変わるよっていうことを今日はお話しします。はい、何かというと、響きというものを皆さん意識してくださいね。今さりげなくこうね、携帯のバイブがブーブー鳴ってますけど、これを利用します。はい、自分の、声でですね、携帯のバイブ音を、ちょっと再現してみてください。口を完全に閉じてる状態でやってみます。こんな感じです。鼻から空気抜いて、はい、声にしてみて、はい、そんな感じですね。はい、この時に自分のなんかね、顔の下半分もしくは胸、その辺に音が響いているのを感じられると思います。もう一回やってみてください。わかります？はい、じゃあ今度それを口を完全に開けている状態で同じところに響かせようとしてみてください。おー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 、わかります？とっても響いていて、とっても太く大きく、呼吸が使えている、喉が開いている状態で低い音を出せたはずです。これ、漢字で書くとね、低い音のことを重低音って言ったりしますよね。重くて低い音です。はい、低い音というのは重く下に落ちるものだと思ってください。なので下に響かせようという意識を持ってあげる。そうすると低い音が出しやすくなるという、ことでした。響きを当てていくということを覚えてください。低い音になればなるほど下に当てていくということです。自分の下に音を当てていく。だから歌の時にこっから先低い音が続くぞって思ったら下へ下への意識を持ってあげる。はい、この大前提に喉閉じてしまったらダメですよ。喉は完全に開いている状態。そう、体は脱力させてあげてください。響かせるためには体にたるんという緩みを作ってあげます。そうすると響きやすくなりますからね。この響きやすい体と響くための、意識、そういうものを持って低い音を挑んでみてください。はい、そうしてあげると自分が思っているよりも楽に今まで出なかった低い音が出るかもしれません。はい、一つ自分の日々の鍛錬の指針の一つとして意識してみてください。はい、ということで山田義明ボイストレーニング教室代表の山田義明でした。次回はね、高い音についてお話ししたいと思います。ということでありがとうございました。